10個ありがとう、3輪 3パック、青服20個ありがとう。HKT のさ、劇場公演の申し込みがさ、今日までだっけんさ、なんとかするっちゃんっていう一言をさつけたいんだけど、なんか応募するっちゃんっておかしいよね。なんだろう、なんとかするっちゃんってストーリーのここに一言つけたいんだけど、なんて言えばいいんだ。応募申し込むちゃん、ちゃじゃなくてちゃんがいい、ちゃんがいい。待ってるよみたいな、待ってるよとか、なんて言えばいいんだ。会いに来てっちゃんで会ってんの？会いに来てっちゃんってどういう意味？会いに来てほしか？会いに来てほしか、会いに来るっちゃん、缶詰10個ありがとう、うちは会いに来るっちゃん。服10個ありがとう、会いに来る、会いに来るとね、ああああり、博多弁、会いに会いに来てね、会いに来んしゃい、会いに来てほしか、なんとかんしゃいっていう、博多弁むずいな。ちゃんが使いたいのに、なんとかしおる、きんしゃい、会いにきんしゃい、広島弁みたいやな。申し込むっちゃろ？でどう？申し込むっちゃろ？申し込むっちゃろ？でどうですか？
いや、無理くり使ってエセ方言になるみたいなのがいいんよ。そういうのを狙っとんよ、私は。でも間違えてんのは何だろう。無理やり感は渡しといけど。申し込むっちゃろーにしよう。50個ありがとう。申し込むっちゃろ？っておかしいのかな？おかしくない？もういいや、間違ってても。申し込むっちゃろ？合っとるかな。ちょっと不安ですけど。博多といえばなんだろう。感じ。うちは10個ありがとう。私は九州福岡県の好きなところは天ぷら屋さんがあることです。平尾、広島に欲しい。ケイスケさんいるかな。さっきタワー書いてなかった。あ、いつの間にやら3位。ありがとうございます。
すげえ。しかも2位まで2万ポイントだ。すごい。これここに出てくるから分かりやすいわ。あとスケさんうどんね。ありがたはいるかな、いなか、いないか、いる、いるかどうか聞いてたでしょ。いるときでいいでしょ。こんばんは。HKT 劇場行ったことないんだよな。福寿くんありがとう。え、行ったことないな。あの HKT カフェ&ショップはあるけど、あれがなくなっちゃったじゃん。あの天神のとこにあった。そう、劇場は行ったことなかったんだよね。楽しみ。ちょっと街から離れてるんだよね。なんかドームのとこなんだっけ。塩定定10個ありがとう。なんかちょっと離れてるみたいな感じ。吉本の劇場のとこらへんかな。どうなんだろう。お疲れんこん。出張公演、今週が5日が HKT 劇場さんで、11日が NMB 劇場さんだ。5日が NMB 劇場さんで、11日が HKT 劇場さんで、15があの SK 劇場さん。ちょっと地下鉄から歩く。あ、そうなんだ。愛が足りひん、ひなだみかん、ラブ10個ありがとう。愛が足りないの？だからラブ回してんの？あかりちゃんが愛をあげるから大丈夫だよ。つぶっちゃん、一周と50感動した。ありがとうございます。皆さん SMS、 これ毎回よ、 SMS 認証をしてください。 SMS 認証が自分がアカウントができてるかどうかは、ふくにゃん、自分のコメントとかした時に流れる自分のプロフィールでもいいし、まあ、とりあえず自分のプロフィールをタップして、緑の公式マークみたいな SMS って書いてる緑のところをタッチしてください。そしたらその緑のマークがついてたらできてる。で、SMS 認証がなんで必要かっていうと、 SMS 認証をしとらんかったら星投げが無効になっちゃいます。突然の目薬失礼しました。
メグスリン。そうだけど、それだけチェックしとって。この配信バー8時2分までします。なめなめ10個ありがとう。で、明日の予定もさっき組んでみたんだけど、明日はもうお昼過ぎにちょっと用事があるだけで何もないから、朝と昼もしようかなって思いました。朝に 3枠多いかな。もう夜もう、朝やるとしたら、でもまあ5時にやる必要はないかな、しんどいじゃん、今日12時までやってるし。だから6時半とかから6時半7時31分8時32分に3枠15分ずつぐらいして、昼は12時前と13時前に15分ずつだけして、あとはもう全部夜にやっちゃおうかなって。夜は5時台6時台7時台8時台9時台10時台11時台で7枠回るから、まあそれでいいんじゃねって感じ。別に朝もまあそんな長い時間やんなくて、昼も2枠でいいかな感じです。1枠あたりだいたい15分だね全部。1、2、3、6、7、8、9、10、11、12、やっぱでも15分ぐらいはないとさね、ちょっと始まった瞬間終わっちゃうよね。思って明日の朝15分もいらないかもしれないけど、よっよっよっ。明日の予定、あ、見えない、後で帰ってきます。朝さ1時間ごとにやるけどさ、1枠15分もいるかな、どう思う？いるか。2位になった。すごい。ありがとうございます。誰が出てるんだろう今回。全然対抗の人見てなかった。えい。
ステイユー全然いないじゃん。なっちゃんだっけ？ありがとう。形跡ラブ10個ありがとう。年パスタでレインポスターありがとう。10個ミンディーボーイ酒井テーテー10個ありがとうございます。あ、みんなに告白しなきゃいけないことがある。私この1枠目と2枠目の間の時間にお腹空いちゃって、チョコフレーク1袋とかっぱえびせん1袋食べました。すいません。すごい食欲でした、我ながら。まさかこれ全部食べるんだと思って、かっぱえびせん全部食べた時点でなんかあれ甘いもの欲しいってなっちゃって、あ、チョコフレーク買ったわと思って、チョコフレーク食べ始めたら止まんなくなっちゃって全部食べて、今めっちゃお腹いっぱい。すいませんね、勝手に食べて、勝手に食べた。ガッチレインボースター10個ありがとう。告白しときます、もう罪悪感があるんで。缶詰ありがとう10個。うちはでも今日この後普通に餃子焼いて納豆ご飯食べようとしてる。事前に言っとかないといけなかったよね、ごめんね勝手に食べて。あんしてほしかったの？どっちよ、お菓子だったら皿洗いないって怒ってんの？皿洗い ギフトありがとうございます。そう、これからはなるべくショールームで食べるようにするね。でもこの合間の30分でどうしてもお腹空いちゃったんだよね。ごめんね。今度は分ける、みんなに分ける分も残しとくけど。許してちょんまげ。ごめんなさいませ。ココイチ食べる。いいな。あ、カレーもいいな、今日。カレーにしようかな。最近餃子と納豆を食べ過ぎてるから。カレーあり。カレー消費しないとと思ってるんだよね。でも今日午前中にチーク菓子買ってきた、3つぐらい。高いチーク菓子1個普通に300円とか余裕でする。かかった、高級品でした。服10個ありがとう。服ギフトさ、残してほしい。次30、8時32分からだよ。なんか間違ってる私。じゃあ次の時間はみんなに
時間の相談をする明日の。服10個ありがとう。次こそ前髪ちゃんとしてくる。え、あと5分で終わるやん。やば。なんか博多弁について相談しちゃったら終わった。30分で一瞬すぎる。ウェエンドザリーダーありがとう。ケイセッキありがとう。ウィンディーボーイ酒井体調気をつけて頑張ろう。まずはメッセの千一ありがとう。まるたまちゃんありがとう。ひしおありがとう。ガッチありがとう。まぶおさん福田はこっからがすごいぞ。押し忘れる時に押しましょう。それなありがとう。愛が足りひんひなたみかん、みかん愛をあげるわ。ありがとう。りけちゃんありがとう。埼玉のおいたんありがとう。青ありがとう。カンズありがとう。1位はポクレンパサランでした。ありがとう。お、たか服10個たくさんありがとう。たく服いっぱいありがとう。服服服というわけで、私が福田はって言ったらストーチって言ってください。寝ますと福田はストーチ。サンドの飯は飲んで決まり。アーケー出身のくちゃんこと福田がいでした。この後は8時32分からです。一瞬だ。あちゅうまあちゅうまだよ。まあまだ 2,3 分あるけど。星屑うんいいです。うーメール送ろう。メール送って次の時間の時間を考えて、次の時間は明日の相談をします。で9時過ぎてきたらちょっとご飯食べ餃子焼いたりしようかなって思う。初日だからちょっとつかむわペースを一旦。明日は一日中かなみたいな感じです。星投げカウントギフトありがとうございました。ありがとうございました。お疲れんこんです。また後で会いましょう。一瞬すぎる。疲れんこん。ありがとうございました。